北朝鮮の弾道ミサイルへの警戒の役割が期待されます。今日、海上自衛隊の新型イージス艦ハグロが就役し、政府が2013年に弾道ミサイルへの対処能力向上のため閣議決定した防衛計画の大綱に掲げたイージス艦8隻体制が整いました。ハグロには敵のミサイルなどの位置情報をアメリカ軍の護衛艦などとリアルタイムで共有できるシステムが装備されています。